クロカルクロストークイエーイ。はい、このコーナーはグローカルマーケティング採用チームの私遠藤大志が、社内のいろんなメンバーからお話を聞いていこうというコーナーです。今日は産学連携推進室から大沢さんにお越しをいただきました。初登場イエーイ。意外と初登場なんですよね。この日を待ってました。そう結構今回がボリュームいくつだろう、20いくつとかですけど、うん、意外と初登場ということで、また新卒で入社歴が一番長いはずなんですけど、全然お声がかかりませんでした。はい、すいません。声かけなかったとか言うとなんか僕がハブってるみたいですけど、そういうわけじゃなくてね。はい。この木が熟すのを待ってたと、うんうん、いろんな方にね、このクロストークをご覧いただけるようになった、このタイミングで満を持してご同情いただいたということで。ありがとうございます。まあ、そうです。いろいろ話聞かせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、まあ新卒でご入社されて、もともとずっと営業の仕事をね、大沢さんはやってこられて、まあ、今も営業の動きとかもすることありますけれど、今年からなんと産学連携推進室を立ち上げられて、まあ、そこの室長として今日々仕事をしているわけですけれど、はい、今日はなんでちょっと産学連携推進室ってどんなことやってるんだよみたいなことを皆さんにもこう知っていただくような機会にできればなとは思うんですけれど、はい、そもそも入ってからはずっと営業やってたわけじゃないですか。そうですね、2015年に新卒で入社して今年で8年目になるんですけど、去年まではずっと営業でした。営業していて、営業やっぱすごい好きじゃないですか。大好きです。営業ね、営業好きな人、このクロストークに出てくれてる他のメンバーでも営業好きなんですみたいなメンバーすごく多いけれど、うん、そのね、根源になってるのが結構大沢さんの影響は大きいかなと思うんですけれど、でもこう営業の仕事やってた時から、こう今でもこうなんかどういうことを大事にしながらこう仕事してるんですか。私はやっぱりこう営業の役目ってお客様の夢をこう一緒に実現するパートナーになることだと思ってるので、はいはい、訪問してお客様の思いを聞いて、その夢を叶えるための課題をこう明確化して、その課題を解決するこうサポートをすることっていうのが私の役目だなと思ってます。なるほど。それは今もでも変わらずっていうことですよね。もう今も変わらずずっと産学連携、まあ産学連携って産業の産と、うんうん、学校の学が連携してっていう、うんうん、まあ字ではね産学連携って分かるんですけれど、じゃあグローカルマーケティングの産学連携ってどんなことやってるのかっていうような部分を、うん、今日はなんと大沢さんがこのクロストーク史上初資料持ち込みで、ね、作ってきました。いやいや、資料持ち込みで来てくださったので、この資料は概要欄に貼ってある産学連携推進室のページだったりとか、大沢さん のプロフィールのページとかご覧いただければ、大きくちゃんと見やすくご覧いただけるんですけれど、ちょっとどんな取り組みを仕事をしているのかっていうのをお聞きしていきたいなっていうふうに思うんですけど、はい、端的に言うとどんなことやってらっしゃるんですか。今端的に言う と中小企業の技術面での課題解決に取り組んでいます。はい、はい、それをその学校、まあ、専門機関というか学校と連携しながら、そういうことやってるんですね。今は私が2020年に長岡高専の村上教員の講演を聞いて、もう本当鳥肌が立つほど感動して、ずっと言ってましたもんね。本当に感動して、村上先生ずっと言ってましたもんね。本当に感動して、もうこの人と一緒にもう新潟の地域を創造したいって思って、今のコーディネーター、長岡高専のコーディネーターを中心に産学連携推進室の活動ってやってるんですけど、はいはい、主に中小企業さんのマーケティング面の課題解決はグローカルで、はい、でも技術面、生産性の向上だったりとか、あと技術開発とか、そういったところは長岡高専の先生とタッグを組んで、
さまざまな角度からの課題解決のパートナーとして今はよりこう活動の幅が広がったっていう感じですね。まあ、まあでもそのね先生がもともとねその、うん、多分企業とその研究者の方がこう連携してやってるみたいな取り組みってずっとあったことでは うんうんうん、あるわけじゃないですか、はいはいはい、でもそこを大沢さんがそこ間入っていくことによって、うん、よりそのスピードを加速していけたり、うんうんうん、繋がれなかった人を繋いでったりみたいなところが今大きなミッションになってるみたいな感じですかね。もう本当にその通りで今やっぱりこう農業でも製造業でもいろんなこう業種で人手不足だったりとか、はい、それに伴う生産性の向上とか技術の継承とかもいろんな課題が溢れてるので後継者不足とかってねもう言われてない業界ないぐらいねもうそういう部分の課題を高専の先生たちと一緒に解決するっていうところで今まで企業さんが自分たちでは学校の先生にアプローチができないとか、はい、どこに相談したらいいかわからないっていうところを私が課題を言語化してそれを先生にこうお伝えすることによってこうスムーズなマッチングが今できるようになってきたかなと。なるほどまだまだですけ ど、はい、思ってます。で今は長岡高専を中心に。そうですね、今コーディネーターとしては長岡高専に席があって高専中心なんですけど高専の先生以外でもあの県内のさまざまな教育機関の同じようなコーディネーターと今連携を取ってるので、うん、お客様の課題に応じてこの学校の先生にお願いしたらいいかなっていうのを判断して今それぞれおつなぎしてます。なるほど。今までそのグローカルマーケティングって、まあ、もちろんマーケティング支援をするのがメインの仕事ではありましたけれど、うん、なんかそういうプロジェクトマネジメントだったりとか、うん、そういう仕事もやってきて、うん、でそういうご経験もあられるのでそういうのはすごい生きてる感じしますか。あ、そうですね、なんか今までやったことがすごく全部生きてるなって思っていて お客様の課題をヒアリングしてで明確化するっていうところもそれに合う課題解決ができる先生とマッチングさせるところもそこからじゃあ共同研究進めていきましょうっていうところのプロジェクトマネジメントも今まで営業部での経験がフルでこう活用されてるなと。あ、なるほど。そうか、うん、解決策がマーケティングっていうところからより幅広く置き換わっていったっていうだけで別に本質的に やってること自体は変わってなくて、やってること自体は変わらない。あ、もう確かにそう思うとね、うん、こうあんまりこうかけ離れた仕事ではないというか、そういう感じはしますよね。もうお客様の夢を実現するっていうのが私たちの役目で、はい、その解決策の手段が今までのマーケティングに加えてこういろいろこう増えていっている感覚、はいはい、そうそうそう、だからやってることは変わらずに、なんかこうこれもあるよってポケットいっぱいになったみたいないっぱい出せるよってなるほど、なってます。そういう感じなわけですね、うん、はい。でもコーディネーターとしての取り組みはもう 2年ぐらい。そうだね、2年目に、はい、もうすぐ丸2年9月で経ちます。そうですよね。なんか印象的なこととかありました？いや、もう印象的なことだらけで毎日刺激的でもう楽しくてしょうがないんですけど、例えばどんな取り組みこう共同研究走らせたりとか。あ、例えば今はやっぱ世の中でこう AI とか IoT とかロボティクスとか、はい、あのいろんな言葉がこの間勉強しましたから出てるんですけど、やっぱり製造業さんの不良品のこう判別っていうのを今人の手で一個ずつやってるのをこう AI を用いてこう画像で解析してこう分けられないかっていうような相談は比較的多く集まってきてますかね。AI の力を使って。そう、いやでも本当なんか私も日々勉強中でなんか AI って聞くとなんか魔法の道具って思ってたんですけど、はいはい、そうじゃないんだよってことをまず教授たちに教えてもらってそう、何でも解決できるわけですね。そう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 、お客様の真の課題は何なのか、それに AI がどう解決できるのかっていうのを常にやっぱりこう現場に答えがあるっていうのはあの営業部の時と変わらないので、お客様の工場だったりとかいろんなところにお伺いしながら確認して解決策を日々模索してますね、うんうん、なるほど。決してその大沢さんはその技術者になりたいとかそういうわけではなくて、うん、ではなくてあくまでもその今までででは解決しきれなかったお客様の課題だったりとか、うんうんうん、その研究者さんたち の、うんうん、その、まあ、その研究対象となるようなものを
どん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 ガーッと掘り起こしてそこをこうつなげていくみたいな。もう本当にその通りで、やっぱりあの営業部の時はどっちかというとこう目の前の売上アップのお手伝いをしてることが多かった印象なんですけど、はいはい、今はやっぱり研究ってあの何年も何年もかけて進めていくものだから、うん、今先生たちと一緒に10年20年30年先の地域を作りましょうっていうような話がずっと膨らんでいて、うん、その辺がこう今までとちょっと感覚が違う部分。なるほどなるほど、うん、なるほど。でもそのすごく難しいなと思うのが、うん、その今までそのマーケティング、まあ、今までというか今でもですけれどそのマーケティングってその来期の数字をどれだけ伸ばしていきたいからグローから力貸してっていうようなケースってやっぱ多かった中で、その何年も先になるとどうしてもこう見えづらくなってしまったり、どうしても曖昧になってしまったりするところってないかなとかっていう思いがあったりしたんですけれど、なんかその辺ってその仕事におけるモチベーションで変わったりとかってありますね。仕事におけるモチベーションはもう多分何回も何回も聞き飽きてると思うんですけど、私はあのもう人が大好きなので、この人の応援がしたいっていう、その人の夢を一緒に実現するパートナーになりたいっていうのがモチベーションだから、はいはいはい、その人と一緒にいる以上はモチベーションがなくなることはない。なるほど。一緒に一歩ずつそれを追い求めていきましょうって思ってるし、本当にもう長岡高専はじめいろんな教員の方々ってあの熱い思いを持っている人たちがたくさんいらっしゃるので、うんうん、そういう熱い思いを持っている教員と熱い思いを持っている地域企業をこうマッチングしたら、こうどんなに面白いことが起きるんだろうっていう、本当にワクワクする日々ですね。確かにそうですよね、うん、そうですよね。だから本当マーケティング活動をバックアップして、うん、売上アップっていうところも実現しながら、うんうんうん、そのね、マーケティング活動を行っていくにも、うんうん、その種となるお客様のね、うん、いい商品だったり、うん、いいサービスっていうのがやっぱりできないといけないので、うん、どっちかというとそこを実現していくために、ね、うんうん、この産学連携推進室が中心になってそこサポートをしていて、それとこうマーケティングをこう組み合わせてさらなるこう飛躍、お客様の飛躍にこうどんどんつなげていきたいみたいな、そういう感じですよね。すごいいいこと、いいこと言う大志くん。お褒めの言葉をいただきます。そうです、なんかこうグローカル、今までやってたことと全く離れてるわけではなくって、マーケティングで自社のこう強みを作るっていうところで先生たちの技術をこうお借りしてご協力いただいて深めていったりとか、うんうん、あとは売上アップとあの反対の後半か反対の部分にある生産性向上とか経費の削減の部分で売り上げをこう残していくっていう考え方があると思うんだけど、はいはいはい、そっちの部分でこうご協力いただいたりとか、全部グローカルでやっているマーケティングの仕事につながっていることかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとこう産学連携推進室でね、今どんなことをしてるかっていうような部分のお話を聞きましたけど、最後にこう今後どうしていきたいかみたいな、その展望じゃないですけれど、うんうんうん、まあ、大沢さんの夢、そういう意味で言うとみたいな部分をぜひ聞かせていただければなと思うんですけど、どうですか、はい、そのあたりは。 ありがとうございます。そうですね、私はやっぱりいつまでもこう夢を持った人を応援する、夢を持った人をこう応援する架け橋の存在になりたいって思っているので、これからも、まあ、新潟県内はじめこう全国、世界のそう夢を持った方々とつながって、自分が今まであのご縁をいただいた多くの方々をこうマッチングして、みんなでこう課題解決、夢実現をしていけたらいいなと、それが、私の夢です。はい、はい、ありがとうございます。綺麗に収めていただきまして、はい、はい、ありがとうございます。はい、まだあのもっともっとそのあのグローカルってそんなことやってるんだっていうのを今日は知っていただける、うん、すごくいい機会になったかなというふうに思いますので、はい、もっともっと大沢さんからちょっとこうどういうことやってんのとかってこう聞いてみたいという方は、うん、あの気軽にあのご連絡いただければなというふうにも思いますので、ぜひあのプロフィールだったりね、またその概要欄に貼ってあるページの方もご覧いただければなというふうに思います。はい、はい、というわけで今日はこの辺で、はい、終わりにしたいと思います。ぜひ、高評価、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もあのしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。